最高でした。もう浜松でサーフィング本当に楽しい。このロコの皆さんすごいフレンリーでめちゃめちゃエンジョイサーフィングができた。やっぱり最高。これから浜松をもっと楽しみたいと思います。Wonderful Lake, Wonderful Sea in 浜松。フラットなコンディションだったら誰でも1時間ぐらいでできると思います。外海とかだとやっぱうねりとか海流とか入ってきちゃうんで、でもこういう湖とかでやれば流れもないので、初めての方はすごい楽しいと思います。陸から離れると他の音が聞こえなくなって、日常生活のなんか全てを忘れて静かにこの自然と一体になれるっていうのを感じられて、とっても気持ちいいです。超かっこいいじゃないですか。今浜中レイクに来ました。これからベルマリンの元脇さんと YouTuber のローハン、これからウェイクサーフィングチャレンジしましょう。行ってみましょう。レッツゴー。今日は彼はもうちょこっとサーフィングもやってるけど、はい、今日は初めてウェイクサーフィングちょっと教えましょう、はい、あ、そうですね。でちょっとそうですね、彼のインライディングちょっと見せましょう。はい、わかりました。よろしくお願いします。楽しみにしてるお願いします他の地域だとやっぱり砂を求めて何時間移動していかないと、ビーチスポーツできなかったり、
まあ、本当に恵まれてるかなと思いますね。あのビーチラグビーはやっぱりこう砂浜、この海というフィールドの中でタックルをせずに、まあ、男女、親子を含めて幅広い層が、競技できる僕はスポーツだと思っています。砂の上でやるので開放感もあるのも一つのいいところだと思います。人口的にはですね、まだまだ少ないとは思うんですけど、まあ、とても楽しいスポーツなので、はい、始める方が増えてくれると面白いかなと思います。1年通して波がずっとあるので、どこかしらポイントを選べばもうサーフィンできないことはないので、すごい練習になるポイントがたくさんあっていいと思います。とても楽しいです。楽しい、困っちゃいます。ここの海で育てば気持ち的にも強い気持ちになれるかなっていうところはあります。いつも走れない水の上を走れて、波を使ってジャンプをして、いつも体験できない技ができたりするとやっぱ気持ちいいので、やっぱそこが魅力ですね。一番初めに乗るのってすごい簡単なんですよ。乗ってて、でこう風に対してこう帆を張って、それだけで船が進んで、あとは自分が行きたい方向に舵を切ったら行きたい方向にどんどん進んでいけるって、すごい自由に走らせることができて、そういうのはすごい魅力的だと思います。楽しい。14歳に戻った。では今からアウトリガーカヌーにチャレンジしたいと思います。たくまさん、そして皆さん、よろしくお願いします。お願いします。
じゃあこれからすごい全く新しいスポーツサッポロこれからやります。ちょっと頑張りましょうチームで。浜中すごい何でもできる最高浜松大好き。水着からお洋服に着替えてこれからサンセットクルーズへ行ってきたいと思います。まさしくサンセットを独り占め。大人も子供もなんかお友達とでも家族とでも誰しもが楽しめるアクティビティがたくさんあってすごい楽しかったですし、リラックスもできて、そして元気にもなれて、でプラス最後にこの美しいサンセットで、なんかもうこのままここに住みたいと思うぐらいです。